日。今夜寝かせはナイト。そしてお前のハートを奪わナイト。始まりましたよね。乾杯！乾杯！始まりました。あれ？あ、やばい！乾杯！乾杯！乾杯！数だけだよ。数だけ。KP KP。でね、まあ普段ならね、6月入ったから、ナンバー発表。ナンバー発表。イエイ！行くところなんですが、いつもだったらね。そう。でも今回は。今回、てかあのナンバーの方はね、放送するの見てくださいと。ということで、あのね、まああの、メンゴメンゴということで、はい、その代わりと言っちゃなんですよね。あ、来てるね、さっきコメント入れようか。キャバイイ、萌え、おはよう、早いな、早い、喋ってる途中に乾杯、イエーイ、数乗れよ、来た、今日は人数多いね、うん、うん、そうで、その下は読まんとくわ。はい、ということでね、自分の都合が悪いとこに読まない、そして俺のコメントは一切拾わない。いや来てへんよ、何も来てない、全然人気ないよ、最初だけ。デコが広いメインマックスがいるって聞いたんですけど、まさかそんな人いないよ。ああ、そんな、ほらほら、なんで今日そのコメントがないんじゃ、かわいそうな数、そのコメントが一番かわいそうや。デコが広い、ズバッチ、あ、来て、はい、拾って、スピース、イエーイ。ガクト、もっとアピールしちゃうよ、ガクト。ガクト愛さなくていいかい、触れる夜に。はい、来ましたよ。はい、じゃあ今回のゲストはですね、やったことないわ。はい、君は誰だ。まずこちら、はい、ゆうのすけがくとくんです。イエーイ、よいしょ。はい、そしてその隣が、はい、インディ・ジョーンズです。イエーイ。インディ・ジョーンズ、お前は誰だ。私だ。まあ、あの、ゆうのすけは結構最近やったんやないの、出たの。え、どんくらい前だっけ。1ヶ月くらい前。いや、俺が帰った日だ。そう、1ヶ月あその日経ったか経ってないかぐらいですかね。あ、ほんまに、はい、久々共演。いやー、来たね、ゆのすけ。ねえ、ゲスト誰。リオがクオリティ低すぎ、インディ・ジョーンズ笑った。インディ・ジョーンズどんくらいぶりでしたっけ。今日の絶対俺のことやんですよ。はい、今日の子でそれイメージは違う。みんなリオの看板背負ってるから。そうだね、しっかりしてや。ということでね、はい、今回こちらのコーナー用意しました。どうぞ。ピン。はい、朝までそれ正解。イエーイ。朝までです。はい、それではですねやばい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 、輪を乱すな、輪を乱すな、輪を乱すな。はい、それではですねやばい、あ、でもいいや、もういいや、揺れんといていいです。はい、じゃあ行きますよ。じゃあこれ、はい、はい、じゃあこの3名ね、いいですか。3名、うん、いいですか。はい、でこれから僕がある言葉を出すので、それの正解をちょっと当てていこうじゃないかと。よーしょ、いいですか。はい、はい、じゃあね、まずは、ね、何やんの。じゃあこの字からいきましょう。はい、見えるかな。ああ、あーから始まるお笑いコンビ。あーから、あー、はい、これをね、3人じゃあ書いてください。はい、はい、マジ崩さんといて。ちょマジ崩さんといて。はい、はい、はい、書いて。今のいいだろ、書いて、はい、書いて。あーね、あーから難しくね、あー、あー、はい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 、参加します。あ、参加して、はい、参加して。俺余裕けど、今打ったらあの答えになった。お笑いコンビ、コンビ、コンビ、これ結構お笑い好きやったら、いや、誰でも知ってるよ、あーぐらいは。はい、まだ書かんとこ。そうや、もう出るから。はい、あが来る。はいはいはい。はいはい、はい、もうオッケー、かけたかけた。俺も書いたよ。書いた、はい、書いた。うん、まだあのコメント打ったらあかんよ。はい、じゃあいいですか。はい、せーので、
せーのでいくよ。はいはい、せーの、はい。じゃあこれガー見えなくね、ガーッとちょっとアップでこう回していきます、一人一人。アップで回せます。あ、見えへんか。あ、だからツバッチが、はい、あいーん、あい、それ何やねん、あい、それ逆に、あい、次行こうだ、はい、行こう、なんかーい、アンタッチャブル、あー、はいはい、はい、じゃあ次、はい、はい、ゆうのすけ、はい、はいはい、アンガールズ、アンガールズ、はい、はいはい、次ゆうさん、わからん、何語やそれ、何語やねんそれ、何語や。あの結局何も出てこなかった。え、勝利言うていい、負けた負けた、俺言うて負けた、負けた、俺の勝ち、負けた。じゃあ普通そう、雨上がり消し隊が最初に来るやん。あなんでこうへんのまだ雨上がってないから、上がってこれから降るもん、そう、これから降るこれが早いでね。いやで、まあ普通これで、うん、じゃあ人数が多いのが、ああそれやったなって終わりたかったけど、みんなバラバラやからさ、次こう、まあまあ今ウォーミングアップっすよ、次こう、とりあえずね、とりあえず。え、これ なんか落ちあんの。いや、ないな、こういうもう、あこういうどん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 、そうそう、はい、はいはい、じゃあ次、いくよ、はい、はい、じゃあ次、じゃあはい、これととどうでもいいやから始まる漫画のタイトルの名前、はい、お書きください。漫画、漫画のタイトル、これ、俺これしかねえわ、漫画、携帯禁止、あ、すいません、調べるの禁止、調べるの、あ、その間拾っとくわ、アラーム多いし、誰やねん、とうだよね、とう、どうでもいい、翼くんちゃんと見に来ました、の漫画、漫画のタイトルの名前、でトリコって書いてる、でいや、言った言ったらあかんやろ、それもう、あれだからあんたちがあんからず、あんたったな、これあなたの心を射止めたい、誰やねん、ああ、そういうことね、正解は雨上がりって言って、漫画トランジスタ、結構マニアックなの来たね、トマトをあの空に投げんの、はい、じゃあいいですか、よっ、はい、じゃあまたやっていきましょうか、じゃあまず、じゃあつばっちから、じゃあまたね、つばっさんから、はい、行こう、はい、じゃあアップで流してもらっていいですか、はい、じゃあつばっちから、見えね、見えね、トリスの、あ、オッケー、はい、アイボール、はい、次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 、トリコ、あ、トリコね、見えねえな、トリコね、トリコ、はい、じゃあ次、はい、ゆうのすけ、上や、もうちょいこう、こう、うん、お、ドラえもんかドラゴンボール、いや来たね、はい、で、あ、ユウとドラえもん、はい、来ましたね、いやーマジか、そっちか、絶対ユウとドラえもんの絵か、あのわざとあのカタカナ描いてるとこ誰か突っ込んであげて、あー、それ外国版やん、それ外国版やん、突っ込んであげて、あ、そっか、ひらがなか、ひらがな、いや、えもんはひらがないから、えもんはね、最初はカタカナだったよね、うん、まあこれドラえもんね、俺ドラゴンボール来ると思ったんやけどね、あー、なるほどね、だから俺両方来てるから、ね、いやいや、ちょっと、いや、一つにしようよ、1個にしよう、1個にしよう、いや、二つはダメ、うん、私もトリコやった、あ、トリコ、ほら、俺やっぱトリコ多いから、ドラえもん、どう考えてなかったわ、はい、毎回ツバッチって言われる、うん、あー、その、ね、ネタをね先に言っちゃうと、はい、じゃあ次、次ちょっとジャンル違うけどいい、じゃあ次、これ次何、これ朝までやんの、長いよもう朝まで、はい、じゃあこれ、はい、ま、ま、じゃあ、まのつくホストが言いそうなこと、はい、行こう一言、あの、こう、あれね、一言ね、ホストが言いそうなこと、まから始まる、はい、あ、いいね、いいね、これはもうボケがいがあるよ、はい、ま、言わんだろ、あ、分かった、言わんだろ、負けた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 、これ俺真剣いくよ、うん、これ真剣でいいよはい、あ、いいんだね、マジマジ、マットの上で絡もう、いいね、いいよ、それいいね、いいよ、マットの上で絡もう、それ女の子が言うことやないんですよ、逆にママに会いたいマットプレイから、ママに会いたい、うん、あ、なんかね、うん、オッケー、かけた、待って、まだマジマンジマジマンジマジマンジ、あー、ちょっとそれあったな、ホスト言うか、マジマンジって、いや、なんか最近流行ってるらしい、俺言いますよ、ちょこちょこ、
マッドサイエンティスト、何やったっけ、マッドサイエンティストって何やったっけ、なんか聞いたことあんねんけど、はい、アマザコン、マザコンね、マザコン、オッケー、かけたよ、これボケがあるからね、オッケー、いや俺これ、うん、これ押しにしかない、オッケー、かけた、いいよ、えい、じゃあつまちから、何で前か俺からな、じゃあ、ゆうとから行こうか、あ、いいよ、俺からじゃあ、つまちから行こう、はい、はい、来ました、はい、長いな、毎日アフターするから毎日会いに来た、あーい、あーやばアイドルらしい、さすがリオのアイドル、はいはい、じゃあ次行きましょう、はいはい、マッチ貸して、マッチ貸して、いや、お前、ねえねえ、これは絶対言わない、マッチ貸して、明治時代のホストか昔の、うん、はい、じゃあ次、ゆうのすけ、はい、お、いいね、え、マジで、まだまだだね、いや、それ、越前、あ、そういうホスト、あ、いや、まだまだだね、だから、越前、だから、そういえばっていうやついるよね、なーにだよマンボウで満喫ね、いや、まだまだ俺があるんで、はい、行きましょう、俺が多分正解だと思う、なに、枕しよう、マンガと、しかもさせてないよな、うん、させてね、させてる、下げるじゃない、下から来る感じね、いやいや俺も結構こうマッといてや系が多いと思って、うん、それだって、ま、マンボウじゃダメっすか、マンボウで待つ子、まあおるけど、ちょっとこう3時間コースで入ったのに、え、もう来ちゃったの、もったいない残りのお金みたいな、あじゃあ最後行きましょうか、最後行きましょう、お、最後まだあんの、いや俺でもマッチ好きやけどな、マッチ、あ、じゃあコメント拾っていこう、今時マッチ、あ、スバッチ結構ガチなやつガチなやつ漫画かよ、毎日アフターするよ、まくられたこれやろ、お願いするスタンス嫌です、まくられる、あ、まくられるって、あー、まくられる、まくられるってさ言うか、なんか、まくられたわーっていうさ、使わない、使わ、あ、マッチの話、どっちかわからへん、使わない、使わない、なんで魔を選んだの、そもそもの話じゃない、マッチは謎だ、マンボウとか地元の地方の、ま、マンボウないのかな、地方ないないない、マンボウない、ないマクラレス、満喫どんな名前なのね、じゃあ、うん、じゃあ、まあ最後俺考えてたんやけど、これ多分ね、答え出えへんと思うから、逆にお題ちょうだい、わかった、これでいこう最後、はい、きから始まる有名女性タレント、はい、行きましょう、きたのき、はい、行こう、女性限定、北川景子、タレントか、でもタレント、タレントって、まあまあ、テレビに出てる人でいいよ、木村カエラ、でも変えて、もうええて変えて、何なんですあ、あれだ、あれやろな、いや、これでしょ、絶対これやろ、まあ、これしかないかな、はい、じゃあ行きましょう、ちょ、まだ俺、出てこない、いや、もういい、もう、あ、じゃあ、コーダイ君が行こう、はい、コーダイ君、はい、菊池亜美、あー、浜田のお気に入りのね、あの巨乳の子ね、巨乳の、はい、じゃあ次、はい、ゆのすけ、いけ、いや普通これやろ、上、北川景子、あー、もう鉄板ね、鉄板、まあ、これはこれはまあそうなるよね、あ、木村よしのいいね、いいね、それ書こうとしたのに、あ、まあ木村よしの書かれてるわ木村よし書かれてるわ、女優さんじゃなくて、まあじゃあ次、あ、じゃあ俺が先、結構難しいよね、俺が先、いや、普通これやろ、まあ、あー、これはしたよね、いやー、まあ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 、まあ、フジモン、あ、甘いね、まあ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 、甘い、甘い、甘い、何言うと、キシャバユウコ、渋い、誰、キシャバユウコ、知っとん、これ沖縄の
タレント。難しい。いっぱいおるじゃん。有名人には沖縄だよ。知らない人いないから。え、ちなみに翼さんはなし。いや、なんかボケるなら最後。CM 入る前に。ワンチャンあるね、あるね。あと、タレや、記者は言う子、あの、ググってみてください。あの、いるから。あの、行きます。はい。はい。はい、CM です。やばい。最近どうよ。先輩のサポートマジヤバくて指名取りに行ったし、チャイニーの時1万もらえたんで最高っす。え、指名取れた？取れたっす。これもロミジュリの環境のおかげです。俺たちってやっぱりロミジュリだな。知らない、おばちゃんやないと。そう、あの結構年、そうやね、あの有名な、え、藤からとか出てた。え、待って、し、あの知らない、ね、藤からね、出てたよ。あ、おばちゃん、そう、あの、あ、あ、自分正月とかに出てくる。そう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 、一応全国放送。うん、ああおばちゃん言うたらあれやからな。はい、あとで覚えて。知らん、見てるかもしれない。キが多すぎて困るもんな、キキキリ。はい、じゃあこれ次、このコーナーは多分視聴者も楽しめるんじゃないでしょうかね。おっ、はい、こちらのコーナー用意します。お願いします。デン、はい、好きなジャニーズ、イエーイ。もうこれはもう、なんやろ、もうツバッチのためにあるようなコーナー。まあまあまあ、そうですよね。確かに俺は考えてないぞ、このコーナー。僕じゃないですよ。いや、なんかジャニーズもいろんなユニットとか、あ、ありますね、あるけど、まあやっぱこいつでしょと、やっぱこいつやなと、まあそいつがなぜ好きかをちょっと語っててほしいなと、まあそういうコーナーやけど、まあジャニーズみんな知ってるよね。知ってますね。いや、まあだ、分からない人はいないですよね。うん、で、まあ好きなやつ誰かなと、まあ、まずとろりトマトとチーズのオムライス。喫茶店、空気読めないやつなの。いやいや、やべえ。え、仕組み半端な。お腹空いてみたよ。ジャニーズ好きなんだよね。卵、ジャニーズ来た、これ。いや、もうね、なんか最近やったらなんやろね。ヤマピーと亀梨とかが流行っとんかな。え、そうなんすか。亀梨くんと山下くんすか。そう、山下くん。あ、例のね、はい、そうか。何やったっけ、なんかあるやんね、ドラマがね、うん、ありますね。なんか流行ってるらしい。いや、まずあれ、まあ、俺はピーン。やべえやつ、やべえやつ。何してんねん。まあ、俺は人生で最後会っときたい。なんで中岡って来るからさ。まあ、俺は中岡って来たの、ね、完全に木村拓哉やね。ああ、俺 LINE のあれも木村拓哉やったし、キムタクは人生です。一回でもいいから生で会っときたい。え、なんでキムタクなんですか。いや、もうドラマを見た影響ね。つばさくんジャニーズ。誰だよね。何やったっけ、グッドラックとかドラマ知らんか。あ、グッドラックじゃなくて、あのフライトのやつ。あ、そうそう、15年前ぐらいやってたやつ。俺もあれでマジでパイロットになろうかな思って。ほんまかっこよすぎて。あって、エンジンとかプライドとか。エンジン懐かしいね、プライドね。あと何やったっけ、車椅子の、何やったっけ、ドラマ、ビューティフルデイズ。デイズ、あ、知ってる。あの、何やったっけ、あの人、女優、女優誰やったっけ。ビューティフルデイズ。まあ、俺はキムタク。それ、あれなの、人で言うの。え、それユニットじゃないの。ユニット。俺はまあスマップだよね。まあ、俺もスマップ。いや、まあ、だから今日流したいんだよね、この曲を。これね、はいはい、これはもう俺の選曲だからね。うん、歌をプロ…いや、ノーヒーロー。でもさ、思った、これ好きなジャニーズって言うじゃん。で、木村拓哉やってたじゃん。解散してっから、
まあ、もうスマップジャニーズじゃないんですよね。スマップもういないからもう今ね。じゃあ、じゃあ大野くんでいいよ。嵐嵐嵐しかもあの単品で来る大野くんで。やっぱ手越し、まあ、単品もありっすよ。ああ単品で行こう。じゃあユニット名とあれで行こう。なんか正味言って結構盛り上がる感じだったのにこんなしけると思ってなかった。意外と。あんまジャニーズ知らんの。手越しニュース手越し。あ、ジャニーズの名前だけくん付けしたがって、ほんとにみんなあのくん付けで呼んでるから。そう、くん付けでね。あくん付けだからみんな。手越くん、手越ます。うん、初期のあの、ほんとにジャニーズファンからキレられるぞ、お前。いや、ジャニーズはマジで繊細な子多いからジャニーズは俺一回マジでゲナピー似とるってことあるよねって言ったらマジ殺すよって言ったら多分そこ炎上しますよ。マジで実家ごと殺すぞって言われた。いや俺んち燃やされるかも。やばいね。相当お金使ってるから大阪燃やすよってマジでほんま今から消すよってそれ結構やばいレベルやん。ゲナピーファンにめちゃめちゃ言われた。何がいいかな。 TOKIO の永瀬さん。お、いいね。だから3じゃん、くんなんすよ。あー、3じゃなくてくんなんすね。いや、難しいな。あれやろ、 IWGP やろ。あー、いいね。いや、見てる人 IWGP 知らんじゃん。え、池袋ウエストゲートパーク IWGP 知っとる。あの、久保塚洋介さん。久保塚かっこいい。かっこいいね、あれね。キングナイ。あの時の永瀬くんはすごい IWGP ね。英語苦手。あ、やっぱ知らんのか。あ、知らん人多いんかな。バンってそういうレベルだ。世代的にきつい。エグいかよ。野村周平って誰？ジャニーズじゃないよね。誰野村周平。野村周平って俳優じゃないの。俳優？滝つば。あ、タッキーとかちょっと最近見る。あ、タッキーどうしたやんね。え、伊能ちゃん。コメント拾えよってほら、もう枯れたよ、うん、え、めちゃめちゃ拾ってるやん上から。あ、でもジャニーズ嫌いっていう子もいてますよ。まあまあまあ、珍しい。中には珍しい。残りジャニーズ嫌いって書いてある。ジャニーズ嫌い。さっきから中岡って何なんさっきから。中岡ってあれやろ。ロッチ旧チンプやろ。いや、あれでしょ、ロッチ中岡。ロッチの中岡は何してんねんってやつでしょ。え、来てへんやん。ジャニーズ好きやない。ジャニーズ嫌い。269ジャニーズ嫌い、うん、あー、ほんまジャニーズ嫌いなんや。中岡はジャンプでしょ。絶対違うでしょ、うん、ジャンプって何。中岡ってあ、平成ジャンプにいなくね。中岡ジーンなんだっけ。何岡くん。俺平成ジャンプの時代じゃないか。なんとか岡くんってなんかいた気がするけど。ジャンプに何岡。え、けどもう、まあ、ちなみに今日ジャンプ外されるけどね、まあ、よいしょ。買っちゃう買っちゃう。いや、いや俺らの時代はマジで近畿やったからね。近畿が出てくる。そうですね、近代一少年とかね、うん、堂本兄弟とかよう見てました、ね、懐かしいね。あの、ね、ジアルフィと出とったよね、うん、でもあれじゃん、その近代一も山田涼介くんやってるからね。あ、俺それ見たことない。その前に松潤出てるから一回。その前亀梨くんもやってるから。やってへんやん。やってて一回だけ近代一やってる。スペシャルみたいな。そうそう、やってるって一回。近代一亀梨やったんや。そう、近代一あと銀狼やね。お前すげえさ、うん、昔にさかのぼりすぎない。いや、キンキだいぶ古くない。あ、何やったっけ、映画20年越しにやるの。何やったっけ。映画じゃない、ドラマでしょ。ドラマなんか、うん、ミマンシティみたいな感じなの。ミマンシティ。あ、そう、こう置きたいけど、なんか20年ぶりにキンキキッズがドラマに出るらしい。トレインスポーティングさ、それあかん。それも20年越しやけど、あかん。やばいやばい、いろいろとやばい。それあかんや、それ映画だよ。いろいろとやばい、うん、平成ジャンプって年号変わったら改名するのは。ああ、それはジャニーさんや。いや、多分俺らが死ぬまで天皇生きてんじゃん。有岡、あ、有岡ね、みんな詳しい。セクシーゾーン、セクシーゾーンって誰がおんの。有名な人俺知らんねんけど。東大のセクシーゾーンはここ。あれやかましい、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 やかましい。ガラスのハート、ガラスの少年な、うん、未来都市何度バトル。何度バトル。筋肉マン、あ、マジ好きや。あの、いや、強しが一番おもろいからね、近代一少年は。マジで近畿の。そう、銀狼ファイル。近畿はマジで夏い。夏いね、懐かしいね、うん、だって近畿嫌いなやつおらんくね。近畿マジ嫌いみたいなやつ。ああ、おらんやろ。ハレンチ確かにね。おらんやろ。亀も強しもしたんやなかった。亀梨くんかっこいいっすね。強しはまあ、初期やからね、うん、銀魂、あ、銀魂強し出るやんね、映画実写は。強しくん、ね、見たい。強しくん、強しくん、強しって言ったらあかんの。そう、どうもとくん。どっちや、出る銀さん。じゃあ、あれや、高…高…何やったっけ、忘れたの。高杉、
あ、違う、高杉じゃないね。あ、高杉やったかもしれん。でんねん、なんか悪いやつ、悪いやつかもしれん。中島健人、セクシーゾーン全体的に。セクシーゾーンって誰がおんの？で、今言える？セクシーゾーンのメンバーの名前一人でもいい。中島健人。あー、そんな近いだろ。誰だろ。あ、ガイドやんけ。ハレンチって顔文字だけのこんなやつ、何だ、だピン。すごいな。ハレンチって感じあったんだろ。あ、あれハレンチって読む、あれ。まあ後で、あれやね、なんか検索してみたら出るね。ね、ハレンチって何？全然、なんか普通のボーイズトーク良き。あ、俺らのこういう会話とかね、うんうん、アクロバティックなグループなんだっけ。アウトデラックスにメンバー、アウトデラックスってまず何？アウトデラックスってあのマツコデラックスが出てるやつじゃない？そういう番組があるの？あるです、あるです。カズにテレビないからね。ないから俺全然わからへん。アクロバティック、どうやって情報収集してる？ネットやから。ね、カズの携帯って一番何がなるか知ってる？グノシーめっちゃ気になるやと思ったらグノシーから情報、情報あれ。じゃあニュースは早い、ニュースはね、ヤマピーだけに早いよ。おお、おっと、ヤマピーニュースじゃないから。あ、違う、あ、違う、なんかいちいち古いよね、グノシーグノシー来るくせにさ、いちいち遅いよね。じゃあなんか今のジャニーズだからもうヤマピー亀梨なんやろ今は。今この季節というかこのシーズンは、そうね、そうね。けど永遠はやっぱキムタクやん。キムタクのドラマあとちょっと見ようと思え。じゃああのさ、グノシー使ったことにあれ役立つって来てるじゃん、うん、カズオのあれを聞いてくれ、役立ってないから全く。そういうことよね。ダメになってるから、役立ってないからの話。まああんなんもなんかな、流して読んだらいいやん。流して読んだらええ、あんなんもう。グノシーじゃ最強なんでしょ。最強、どこにでも来るんでしょ。来る、海外で俺 Wi-Fi 通ってない部屋におっても来たよ。Wi-Fi 通ってなくても来る、通ってなくても来たよ俺。グノシー、そう、どんだけグノシー全部グノシー話してる。あと1分まで終わるからね、うん、あ、ほんまに？あと1分やべえやん、カズ。じゃあまあ上に告知って書いてあるとこ読もうか。ピッ。ねえ、まあ今日俺とね、17日は電球です。そう、おお、出てるのが、まあ17日ね、僕と広大くんバースデーイベントやります。イエーイ、やるぞインディジョンズ。なんでね、まあ、全然たわしたい子は俺に言ってくれるけど、全然してもらうんで、こちらの方にね、あ、隠れてるわ、僕の方にも連絡ください。連絡くれたら、あ、全然たわやって。休みたい人は、そう、休みたい人はもうやめやめて、はい、これやめて、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 そっちにやめて。メガネ光ってる、やめる。翼くん、楽器は好き。イエーイ。まあそんな感じで、17日よろしくお願いします。お願いします。来週もメガネさん、ナイト、Thank you。I'm sorry.